おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1984です。はい、今回紹介するのはですね、前回こちらですね、エクステンションバレル、これをねちょっと紹介しましたけど、今回はですね、こちらの M249 の個人的カスタム最終回となります。はい。で、前々からねずっと言っていたんですけどね、こちらのバイポッド、これがですね、ここの部分がまあ構造上ねしょうがないんですけど、ぐらつくねおかげでちょっと触るとバタンと倒れやすいという部分が非常に気になったということで、今回はこちらのバイポッドの交換をしたいと思います。それと前もね言ったんですけど、あちらの1200連のボックスマガジンですね、あれあの状態だとねやっぱりちょっと物足りないということで、ダミーカートっていうのねちょっと入手してみたので、それをちょっとねつけていきたいと思います。でまずはですね、バイポッドのお話ですけど、今回ね使用するバイポッドはこちらです。じゃんと、こういう箱に入っておりますが、こちらですね、こういう風にただの段ボールみたいな箱なんですけど、一応ここのところにピンティーかっこピンディー .96M4 などに対応という風に書いてますけどね、多分96っていうのは多分 L96 の話だと思いますけどね、まあこんな感じのものがありますよということで、これをちょっと入手してみました。でこちらなんですけど、価格としてはおおよそ3000円かな、それぐらいで買ったはずです。非常に安いバイポッドとなっております。でこれパカッと開けますと、こんな感じでね袋に入っております。でそれ以外にこんな感じでね、紙物が、まあ説明書かな、であと奥の方に袋がこうやって入ってて、六角レンチも入ってると。でこれですね、今袋バラバラになっておりますけど、もともとはこの袋の中にこちらの六角レンチ1個と、ここにねもう取り付けちゃってるんですけど、これ20ミリレールのね対応パーツ、こういうのが入っておりますんで、これと六角レンチが一緒に入ってると。一応ちょっとねこれ組んだことがありますんで、こんな感じでね一緒くたになっておりますけど、本来はバラバラなんで組み付ける必要性があります。一応バイポッド自体はこんな感じ、これですね足縮めてあって、折りたたんでるんで非常にちっちゃい、非常に軽くていいですね。うん、これ実は2個目です。これがねもう1個あるんですけどね、それを使ってるやつはまだね動画上で紹介しておりませんので、いつか紹介したいと思います。一応内容物としましては、こちらのバイポッド本体と20ミリレール用のマウントパーツ、六角レンチ、説明書という風な内容となっております。まずはですね、最初に説明書かな、これをちょっと見ていきたいと思いますが、こちらペラッとね中の紙を見ますと、まあ、一応こんな感じですね。まあバイポッドの名称とかですね、まあこれ一番上のところが英語表記、下のところが日本語と、で固定クランプとかね、脚部ラバーとかこうやって書いてありますけど、これちょっとね取り付けながらちょっと紹介したいと思います。一応名称がこんな感じで載っております。でこちらですね、バイポッド20ミリレール対応のパーツですね。これもともとついてないやつをどうやってつけたかと言いますと、こちらの下のネジですね、これを緩めてあげると、ここのパーツですね、ここの部分がパカッと開くと、そうするとロックが解除されてくるので、こいつが上方向に抜けますよと。なのでこちらですね、多分 VSR とか確かそうだったような気もするんですけど、こちらですね、ここの今挟み込んでいるここの金具ですね、こいつ、ここの部分を直接パチンとつけられるねタイプだと、この20ミリレール用のマウントパーツっていうのは使わないので、これはねなくてもいいんですけど、このパターンでつけられないやつは必ずこいつをね中間で挟む必要性があると。なのでここのところのこいつですね、このハサミみたいなやつ、ここのところに対してこの金具をこれくるくる回っちゃうんでね、これちょっと回してね位置調整をしてあげて、ここにかませますよ。であとは下の部分のやつをくるくる回していって、まあネジを締める感覚でね締め込んでいってあげると、こちらのパーツをギュッと挟んでくれるという感じになっております。で最後まで締めますよと、ギュッとね、そうするとこんな感じでロックできますんで、これで 20mmレールに対応する形となります。はい。まあこれからね、確かハリスタイプって呼ばれてる、まあスタンダードなモデルですね。一応こんな感じ。折りたたむとこれぐらい短くて、足も収納できるので非常にいいものとなっております。先ほども言ったけど、これ2個目です。はい。で、これをね、今度どうやってこいつにつけるかと。もともとね、下のところにレールがついてるんで、こいつつけることは簡単なんですけど、バイポッド2個つけてるのはね、全くもって意味がわからないでね。こちらの元々ついてるやつを外したいと思います。ではなぜ外すか、ここがぐらつくからっていう理由だけではなく、1200連のねボックスマガジン、これをねつけると、こちらバイポッドキュッと畳んで倒すことによって収納できるんですけど、こちらですね、見ていただくとわかるんですよね、当たっちゃってね、これ以上ね上がらないんですよ。なので
常にバイポッド展開状態になんなきゃいけないので、これはね、収納できるっていう意味は全く持ってないんでね、取っ換えてしまおうというふうに思ったんで、今回ね、こちらのバラシと取り付けをいきたいと思います。まずバラすのに必要なものとしまして、こちらですね、六角レンチ。これが一応必要になります。で、まずやり方としましては、まあマガジンは抜かなきゃいけないんでね、マガジンはとりあえず抜きましょうと。まあボックスなんでね、下から外すと。で、今見た通り、ちょっとでもね、ぐらつくと、こっからガクっていっちゃうので、これが非常に気になると。っていうか、危険なんでね、これは早々にやめたいと思っております。はい。で、こちらの状態で、本当はですね、中に入っているバッテリーとかも抜く必要性があるんですけどね。まあ私はそのまま行きたいと思います。で、こちらですね、ここパカッと開けると、こんな感じでね、中のところにメカボックスが入ってたりとかしますけど、まずこの状態で、ここですね、ここのボタンをグッと押し込んであげると。そうすると、ここの部分が抜けるよと。スポンとね、こんな感じで抜けてきますと。で、こちらがインナーバレですね。こんな感じでバラします。で、これがバラし終わりましたら、この状態で、一旦ね、蓋閉じてあげて、今度ここをバラすと。で、バラすときに、ちょっとね、本当はね、バッテリー抜かなきゃいけないですけどね。危険なんで。まあ、私はそのまま行っちゃいますけど。で、そこを見ると、ここのところに、六角レンチで開けるね、ネジがついてると。で、ここの部分を緩めますよと。で、その時に使うのが六角レンチ。多分ですね、汎用的なやつ使えると思いますんで、適当にね、選んで使えばいいと思いますけどね。まあ、ここのネジを緩めますよと。で、緩めていく時に、ここですね、こう回すんですけどね。こういう風に L 字のタイプだとここに当たるんで、ドライバータイプの方がいいかもしれません。まあ、とりあえず、これを使って、ここのネジですね、二つ緩めてしまいたいと思います。はい、外し終わりました。そしたらですね、こちらを見ていただくと、側面にこういう風にね、もう一個ネジがあるんですけど、これは関係ないので、この状態で前面に引っ張ると、こいつが抜けてきます。で、これが抜けると、バイポッドはここからスポンと抜けるんで、これでやっと外すことができたと。確かメーカーによっては、ここの部分がですね、洗濯バサミ見たくなってて、ここの部分をグッと開いてパチンって入れるタイプもあるみたいなんですけど、S&T のこちらは、こういうリング状になってるんで、前面のこいつをね、取り外す必要性がありますんで、そこにあるネジ2つですね。それを外してあげますよ。で、外し終わりましたら、元の状態に戻して、ここのところにもう一回ね、ブスッと刺して、外したネジを組み付けていくだけと。ただそれだけなんでね、これもちょっと戻してしまいたいと思います。はい、組み付けの方が完了しました。そしたらですね、今度こちらのパーツなんですけど、ここはもともとね、バイポッド折りたたんだやつの開き止め防止パーツになってるんで、これも一応ね、いらないので外してしまいたいと思います。で、外すときも同じような感じでね、このように六角レンチ突っ込んで、ある程度緩めると。そうするとこちら簡単に取れるんでね、こんな感じで外してあげると、今までついてたバイポッドが外れたと。で、あとはこちらの下の部分に対して、今回取り付けるこちらのね、ピンリードバイポッドをつけると。で、つけるときに特に位置はね、指定はありません。ただ、1200例のね、ボックスマガジンをつける場合は、あまり寄せてしまうと、今度こいつが干渉してしまいますんで、まあ、離すと。で、向きもね、特に決まってないんですけど、これもまた、こうつけてしまうとね、当たってしまいますんで、足は前を向くようにして、まあ、大体こんな感じでつけるのがいいんじゃないかなと思います。で、あとは、六角レンチでまた、こいつをね、グイグイと締め込んでいくことによって、取り付けることができると。で、ギュッとね、締め込んであげれば、こんな感じで、装備完了です。最初についてたやつと取り付けてる向きが逆になってるんで、ちょっとね、印象が変わると思いますけどね。まあ、これはこれでいいと思います。で、もともとね、こちらの円形のところについてたんではないので、こうね、20ミリレールでガッチリついてるんで、ドンといた状態でも、こう、ふらつくことがなくなったっていうね、一応こんな感じになっております。はい。まあ、シンプルな感じですね。で、展開方法はちょっとね、バレルとかつけてないんで、このままやりたいと思いますけど、これはそのまんま、グッと起こすだけです。で、足を伸ばすときには、ここにね、ボタンがありますんで、このボタンを押すと、こういう風に伸ばすことができると。で、ここの溝の部分ですね。これで、高さを調整することができますんで、押しながら縮める。押しながら縮めると。以上、そんな感じで、高さ調整ができる。で、一番最後に、こういう状態でね、ロック解除して、押し込んであげると、これでロックされる。戻すときには、この状態で、ガチコンとやってあげると、収納状態と。こういう風にできるという風になっておりますので、こちらですね、両方とも展開してこうやって置くとね、非常に安定感あってね、
先ほどのぐらつきがないっていうね、非常に扱いやすくなりますという感じです。一応 S&T のね、こちらの M249、これから買おうかなと思っている方は、もともと付属しているね、バイポッドもちょっと樹脂製なので、耐久度としてもね、ちょっと不安があったりとかするんでね、できれば、こういう風にね、バイポッドを取っ替えてあげた方が、私はいいと思います。はい。一応こういう風にやりましたので、1200連マガジンとか、こちらのインナーバレルとかね、これ辺ちょっと全部戻してしまいたいと思います。はい。戻すついでなんですけど、こちらですね、下に突起があって、こっちに切り欠きみたいなのがあるんで、この状態でハマりますよと。これを確認した状態で、これ回っちゃうんですけどね。これ一応把握した状態で、ここに差し込んで、元の状態に戻す必要性がありますんでね。ちょっとここの部分の構造がね、複雑なので、まあ、慣れが必要になりますけどね。一応今みたいな感じで、位置をまず合わせてから、ここにセッティングして、あとこちらの中のね、ピストンとかのその辺の位置関係を調整しながら、最終的にガチャンと入れるという感じになりますんでね。そこだけちょっと注意する必要性がありますんで、戻してしまいたいと思います。はい、装着の方が完了しました。こんな感じですね。最初についていたこちらの樹脂製のバイポッドの時はね、ちょっと触るとグラついてたのが、もう触ってもびくともしないと。で、もう一つね、いい利点がありまして、こちらですね、こう畳んで、どうのっていうね、折りたたんで格納するっていうギミック自体はね、いいと思いますけど、高さ調整が効かねえよということで、こちらですね、3段階ぐらいの調整が効きますんで、もうちょっと低くしたいとかね、今みたいなマックスの長さにしたいっていう、調整が効くのが非常にいいと思います。はい。一応これがバイポッドの取り付けですね。となります。ではですね、ドレスアップ最後となります、ダミーカードいきたいと思います。ダミーカードに関しましては、メーカーは一応こちらですね。こちらの AEG シリーズって書いてある、こちらのメーカーですね。ビッグドラゴンって書いてますけど、こちらのメーカーのダミーカードをちょっと買ってみました。で、5.56 パラって書いてあるんですね。一応こちらの12連とやつ買ったんですけどね。そのダミーカードというのが、ここにございます。じゃらり。これです。こちらがダミーカートです。で、全部金属製で非常に重たいです。で、数えてみるとわかるんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ということで、11個だけあります。じゃあなぜ1個足りないかというと、1個は外したからです。これなぜ外したかというと、12個だとね、気持ち長いんですよ。で、説明書がね、ないんですよ。これはこれで存在してるんですけど、付け方っていうのが一切わからないので、なんとなくで付けております。では付けていきたいと思いますけど、まずこちらですね。M249 本体を用意しまして、側面のね、ここのところに入れるんですよね。で、まず入れるときには、こちらのバッテリーカバーですね。これを上に持ち上げて、パカッと開けると。で、ここに入れると。で、ここに入れるのはいいんですけど、こっちのね、ボックスマガジン側がよくわかんなくて、ここのプレート外れないし、この辺一切動かないので、こいつをね、どうやって装填したらいいかよくわかんないです。で、こっちがね、最終的に弾頭になるので、これがこっち向くないんですけど、こう下の部分の処理がわかんなくて、で、こちらですね、以前もちょっとね、生放送とかでもお話ししたんですけど、東京丸井から出た非常に高いやつですね。あれとかだと、ここの部分のパーツが内側のところにカチッって引っかかるようになってるんですけど、これそういう機構がないので、なんとなくここの溝にはめております。なので、ちょっとね、動かすと前後にグラグラ動いてしまうんでね、なんかいい方法あったら、コメントがなんかで教えていただければと思いますけどね。まあ、一応これをここのところに適当にぶっ込みます。はい。これいつも適当にぶっ込んでおります。で、こちらのダミーカード自体を上に持ってって、ここに引っ掛けると。で、あとは閉じるだけと。で、ここね、カバーしっかりと、パチンと閉じれますんで、閉じてあげると、こんな感じと。うん。ここにね、こいつがつくことによってね、非常にリアルさが増してね、いいんですけど、この辺のね、ちょっとぐちゃぐちゃ感があるんでね、なんかもうちょっと綺麗に収めることできるんじゃないかなと思うんですけどね、ここ、今のところよくわかんないです。で、このダミーカート出してるメーカーによってはですね、10連のパターンと今回みたいな12連のパターンがあるみたいで、同じような感じで、ね、ダミーカート入れたことがある方は、10連のパターンだと短いと。もう一発ぐらい欲しかったみたいですね。で、今回12にしたんですけど、ちょっと12だとね、一発多かったんで、一個抜いたんですよね。そうするとまあなんとなくこんな感じで、なんとなくいい感じかなと思うんですけどね。なんかいまいち締まらんって感じがするんでね。もうちょっといい方法あったら教えていただきたいんですけど、最終的に組み上がったのがこのような感じです。かっこいいと思います。個人的にはね、はい。エクステンションバレルによって長くしたし、狙いやすくドットサイトも入れたし、ぐらつくのが非常に気になったんで、
バイポッドも買えたし、1200円のマガジン、そしてさらにドレスアップパーツということで、これ1個にいくらかかったかわかんないですけどね。まあ、あとは内部カスタムですね。メカボックスばらして、シム調整とかねしてね、もうちょっとしっかりと調整してあげるともっといいと思います。で、こちらのハイダーに関しましても、この状態ではなくね、別なものに変えたりとか、これと同じような感じのね、ショートサプレッサーに変えたりとかすると、もうちょっとね、音も静かになって実用性が出るかなと思いますけど、多分、これですね、純正の時よりも多分、重くなってるんで、4.5、4.8 キロぐらいあるんじゃないかなと思うんでね、多分実践には向かないと思いますけど、この形にできたのは非常に私としては満足しております。はい。いかがだったでしょうかね。当初は通常のね、M249 で満足するはずだったんですけどね、ボックスマガジンを入手してから、いろいろね、変わってきまして。で、さらに、これの入手した直後ぐらいに、ロングバレルタイプ、で、さらに固定ストックっていうのがね、発表されたおかげで、私の中のいじりたい欲が増えてしまってね、こんな感じで、いろいろカスタムしてみましたけどね、他にもね、実は入れたいものがありましてね、この状態で構えると、左手で支えにくいんですね。どうしてもボックスマガジンが外に張り出してる関係で、トリガーを持って、こう支えようとすると、ボックスマガジンがこの辺にあってね、構えにくいと。いうことで、グリップを入れたいなーとかね、いろいろ考えております。で、これ、オール金属ではなく樹脂製のパーツが結構多いみたいなので、サイドですね、ここのところにザクマシンガンみたいな感じでね、横にフォアグリップをつけて、こんな感じでね、持とうかなと思ったんですけど、多分耐えられないんじゃないかなってちょっと思ったりとかしてるんでね。その辺ももしかしたらまたカスタムしたら紹介すると思いますけどね。とりあえず今のところこれで満足しておりますんで、皆様のね、ご意見もちょっと聞いてみたいなと思っております。はい。ということで今回ですね、ピンディのバイポッド、それとダミーカートですね。こちらの方の取り付けやっていきました。はい。ということで次回ですね。次回は以前ですね、可変ものとしてね、MIA を紹介していきましたけど、そちらのね、モビルスーツとかモビルアーマーですね。これが登場した同じ作品のものをね、ちょっと多めに入手することができたんで、それをね、次回からちょっと紹介していきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。